じゃん、皆さんこんにちは。今日の天気予報始めます。今日はじゃーん、系統の電圧交換の計算の単位法というものを見ていきたいと思います。イエーイ。はい、ということでですね、電研西やってます。はい、佐藤さんのですね、はい、電研西講座でやってますけれども、はい、前回ね結構体力使いましたね。はい、ということで、はい、電圧効果のですね計算をやっています。はい、送電線とかね、配電線とかっていうのはですね、この送電端の電圧がですね、電線やケーブル通って受電端に来るわけなんですけれども、この間にですね、はい、リアクタンス成分がありますので、電圧効果というものが発します。はい、インピーダンスがあるとですね、インピーダンスかける電流っていうのがね、電圧効果していくわけなんですけれども、だからね、この送ってきてるっていうのと受けるときはやっぱ違うんですね。電圧ちょっと下がってるわけですよ。その関係値についてね、見てきました。で、いろいろねごにゃごにゃやってきたんですけれども、今回ね、計算に楽な単位法っていうような、これを伝授しちゃいます。伝授されたんですよ、サットさんに。それを皆さんに伝授するっていうね、まあそういう受け渡し方式なんですけれども、はい、これね、パーセントインピーダンスってあったじゃないですか。はい、ちょっと前に、まあ、あんな感じで単位を気にしなくてですね、基準値に対する割合、まあ、パーセントインピーダンスだとね、はい、いろいろね、系統でトランスを通すと、基準容量に対するインピーダンスっていうのが、まあ、違って、じゃ基準容量を統一して、それに対してインピーダンスどれくらいかって見ると、まあ、単位が合わせられてね、計算しやすいっていうメリットありましたよね。というのと一緒に、今回もこの単位法というのは、基準値に合わせてどれくらいか、つまりね、100分率になります。必ずね、1以下、0.何何何ってなります。基準値に対する割合だから、ということなんです。っていうので、基準値に対する割合に直すことで計算がしやすくなる、といったメリットがあります。で、この単位法にね、直すときは、必ずまあ基準値で割るわけなんですけれども、このね、PU というの、これパーユニットっていうことなんですけど、PU、P.U. っていう、まあこういったものにね、はい、直ってくるわけです。まあ単位がないんです。で、これはね、単位法はパーセントインピーダンスと違うのは、インピーダンスだけではなくて、電圧、電流、電力、もうすべて基準値に対する値で表しちゃうと。すべて単位がなくなります。ボルト、アンペア、キロワット。というのがなくなって、全部この PU というので表せるようになるんですね。はい。じゃあ、この、はい、PU 法を使うっていうような方式を見ていくんですけれども、はい、単位法にね、直すんですね。はい。じゃあ、まず基準値に対する、まあ、値ということなんで、おそらくね、基準値で割るんだろうなっていうのは割ると、わかると思うんですけれども、前回出したですね、電圧効果の近似式ありました。デルタ V、デルタ V っていうのは、送電端の電圧引く受電端の電圧。つまり差ですよね。どんぐらい電圧効果起こるかっていうこと。このデルタ V っていうのは、VR、受電端電圧分の、RP たす XQ っていうのがね、出ました。まあ、RP、だから抵抗成分かける有効電力、足す、X っていうのはインピーダンスや、リアクタンス成分ですね。リアクタンス成分かける無効電力っていうの。まあ、この近似式出たんですよ。これちゃんと覚えてますか？はい、出し方忘れたらね、またナナちゃんの前回の動画見てほしいんですけれども。はい。で、この受電端電圧を基準に書いてましたよね。ということで、受電端電圧を基準の VB とします。まあ、ベースですね。はい、VB、ベース。はい、ということで。で、しまして、この式を、じゃ基準容量で割っちゃいましょう、ということですね。はい。ということで、これを、右辺、左辺、どっちとも VB で割ります。はい。そうそう。VB 便の、デルタ V イコール、で、VB は VR なんで、VB2 乗分の、RP たす XQ、ということになりますね。で、これをちょっと変形していこうと思います。右辺をね、ちょっと変形していくんですけど、じゃあここに、まあね、うん、なんかかけるんですよ。かけたり足したりするんですよ。足すんじゃない？かけたりね、するんですよ。ここに、じゃあ、まあ1かけるんですけど、分母と分子一緒なら何でもいいよねってことで、ルート3 IB、分のルート3、IB。まあ、これ1なんでね。はい。かけますと。そうすると、はい。まあ、ルート3、VI で、Q
基準容量出るなっていうのがね、なんとなく分かってくるかと思うんですけれども、ルート3。はい。VB。IB。ですね。で、RP 足す XQ。で、VB が1個出ちゃいますね。で、ルート3、IB このままですと。っていうような式変形になります。じゃあ、こうすると、あ、なんかね、ここはルート3 VI で SB ですよね。基準容量出ますね。で、ルート3 IB 割る VB で、IB 割る VB なんで、これインピーダンス分の1になりますね。はい。というようなことで、これが、ASB かけるインピーダンス分、これ、インピダンスの逆数になりますからね、これね。はい。V 割る I だったらインピダンスだけど、I 割る V はインピダンス分の1なんで、分母にね、インピダンスきますと。はい。で、分子は変わらず RP 足す XQ。なんかだいぶ綺麗になりましたね。で、これを、ばらしていくと。まあ、この足し算してのを、まあ、綺麗に、それだけなんですけど、ここインピーダンス B かける、まあ、かけたりするんで分母変わってませんと、はい、いうことですね。 RP、まあ、かけ算してるんでね、足すインピーダンス B かける基準容量のX かける Q。 まあこういうことですよね。まあ分母一緒で、ただばらしただけです。分母一緒で、この上の足し算の部分を、まあ、それぞれに分解しただけになってます。ということですね。で、この、まあ全部 B なんで、このインピダンス B も基準インピダンス。で、SB も基準容量。っていうことになりますね。で、この、電圧効果。VB 分の電圧効果。っていうところですね。っていうのと、電圧効果割る、VB 基準電圧で割ったものっていうのが、まあ、こういうふうに持ってこれましたと。で、この右の抵抗 R およびリアクタンス X っていうのは基準インピーダンスで割ってますということ。で、および、この P と Q、有効電力と無効電力っていうのは基準容量 SB でそれぞれ割っているので、このすべての単位を基準量に対する比になっているわけですね。はい。まあ、この R っていうのは、まあ、インピーダンスの中の一つですよね。抵抗成分ですけど、まあ、インピーダンスですと。で、X も、はい、これリアクタンスなんでインピーダンスですよね。で、基準インピーダンスで割っているという形になっている。はい。ここはだから、ここはインピダンスですね。インピダンス成分。で、電力に関するもの、有効電力、無効電力っていうのは、ま、このキロワット、本来ならキロワットですよね。単位、P も Q も SB も。ま、基準容量で割ってますと。すべてにおいて基準で割ってるんですよ。これも、電圧、電圧ですよね。デルタ V って電圧ですよ。電圧効果分を基準電圧で割ってますと。で、この R と X も基準インピーダンスで割ってます。P と Q も、基準容量で割ってます。というと全部が基準で割ってるんで、これ PU になるんですね。単位法。なんで、電圧も電流もインピーダンスも全部単位なく PU になるんですけど、それぞれの、基準で割るんです。そうすると PU になります。はい。ということで、はい、結局何が起こるかというと、デルタ V っていうのは、RP 足す XQ。これ PU 法で表すと、まあ、こんなシンプルになるんですよね。ということになります。で、これは基準でこの式を、まあ、基準で割ってるんですよってこと。全部の成分において基準で割ってるんですよってことです。こうすると単位をそれぞれボルトとか、
アンペアとかキロワットつけないで全部 PU で表せます。はい、ということになります。なんでこれがね大事ですよ。これまあ覚えないとダメですね。はい、そうすると、はい、まあいろいろ問題が出てくるわけなんですけれども、まあこれ基準容量で、だから電力に関するものですね。はい、有効電力、無効電力、位相電力に関するものは基準容量で割る。で、電圧に関するものは基準電圧で割る。インピーダンスに関するもの、抵抗成分、リアクタンス成分に関しては基準インピーダンスで割る。っていう風にすると PU 法が使えるので計算が楽になりますよってことです。で、これはね、小数点で出るんでね、全部ね。だって基準に対する割合だから。はい、0.777 とかって言います。なんで、まあ、ちょっと計算細かくなるんで、計算ミスだけしないように、ということですね。はい、今日はね、ライトでしたでしょ？はい。ということで、次回は、実際に電圧効果をね、出す、というようなね、計算をやっていきたいと思います。だからこれ、パーセントインピーダンスみたいにも、計算しやすくする方法が大方だよっていうことです。まあ、しっかりこれ、覚えてください。はい。ということで、今日は系統の電圧効果の計算の単位法についてお伝えしました。今日の電気予報にします。皆さん今日もいってらっしゃーい。基準容量に対する割合にすると何でも楽になるね。